はい、こちらなんですけどね、うちのね、16年間そばにいてくれた、あの、猫のね、キジトラのしもちゃんが、あの、エンジェルになりました。うん。でね、エンジェルになった時のしもちゃんなんですけどね、うん。朝のね、2時やったんですよ。うん。もう僕もね、正直考えたくはなかったんですけど、その時にね、っていうのもあって、ね、もうその時ね、分かってたんですよ。半分ちょっとは結構ね、でね、最後シマちゃんね、目をねカッと開いてくれて、まあ、なんかちょっと僕の方向かしたんですよ。こうシマちゃんがこうしたら僕の方こう顔をね向かして、でね、お空エンジェルになったんですけど、でね、そのエンジェルになってもうほとんどすぐやったと思うんですよ。ちょっと僕もね、そんな時って気張ってるんで、どこまでかはね、あれなんですけど、まあ5分だったのか10分だったのか15分だったのかはわからないんですけど、シマちゃんがね、エンジェルになった後ですよ。僕の家の裏でね、子猫が急にね、ぴゃーぴゃーぴゃーって泣き出したんですよね。にゃーにゃーかなんか。まあ、あれ絶対子猫です。で、その時には僕分からなかったんですけど、あ、ひょっとしたらしまちゃんの生まれ変わりかなと思ったんですけどね。なんかそういうのってあるみたいですよね。で、本当はね、なんかちょっと、まあ、一瞬よぎったんですよ。やっぱりしまちゃんの生まれ変わりならば、その子を捕まえて、わかるでしょ？でもね、やっぱり、ねえ、なんていうかな、僕の都合で、それはね、もしもですよ。まあ、なんていうんですかね、ひょっとしたら以前から、ねえ、その、子猫がそこにいて、たまたまね、なんかこうそのタイミングで泣いただけなんかもわからないですしね。わかります？僕が言いたいこと。たまたまなんか僕がなんかそういうシチュエーションでそんな風に思ってるだけで、たまたま前からおった猫やったんかもしれないですけどね。前からっていうか、ここ最近付近でね、そのシマちゃんがエンジェルになるちょっと手前からね。で、それでもやっぱりね、僕からしたら何猫か知らないんですよ。もちろん顔見たわけじゃないんで、ね、黒猫なんか、キジトラなんか、ね、白猫なんか、ミケちゃんなんかわからないんですけど、あ、僕がとは思ったんですけどね。でも、やっぱり、もしほんまにそこで、その瞬間で生まれてたりとか、瞬間で生まれてなくてもですよ。やっぱ声からしたらね、まだ、母親のそばがいい状態の猫のはずなんです。でね、育っててあげたかったなっていうのもあったんですけど、やっぱり僕もね、なんていうんですかね、今昨日からね、ミニシマとミニゴマのね、この子がね、新しい家族が2人来たんですけど、僕もやっぱね、このミニシマとミニゴマをね、誰かに連れて行かれたらね、もう気が狂うと思うんですよ。ね。っていうことですよね。だからやっぱ勝手に連れて行ったらダメなんですよね。まあ、それかね、何ですかね、その、親猫がね、産み落とした後に、まあ、産んだかどうか、まあ、要はね、その子猫がここにずっと居ついてくれてたら、顔、ね、一緒にここで暮らそうかなと思ってたんですけど、もうその後ね、しばらく、なんかちょっとの間だけはね、ぴゃーぴゃーか、にゃーにゃーって言ってたんですけど、親猫だったんかな、なんかフルンっていうの聞こえたんですよね。ほんならこうしばらくしたらもう聞こえなくなったんですよね。その親猫っぽい声も聞こえなければ、その子猫、まあ子猫やったと思います、子猫っぽい声も聞こえなくなったんでね、だから多分どっか連れてったと思うんですよ。だからやっぱり親子ですよね。で、僕がね、まあその時その猫をとは思ったんですけどね、後でこう考えたら、
ね、大きくなそれが島ちゃんの生まれ変わりやったら、大きくなった時にね、僕の家のとこに来てくれるんじゃないかなとかね、うん、なんかちょっとそんなことも考えてます。ね、お母さんのところから離れてですよ、猫の世界ってあるじゃないですか、親離れね、うん、でそんな時にね、なんか僕のそのあれね、ドアのとこになんかちょろんって待ってくれてるシチュエーションがあるような妄想とかもしてるんですよね。うん、もしですよ、もし仮にすぐじゃないと思います、その子離れがね、なんか島ちゃんっていうのがあったら、僕ね、その島ちゃんも飼おうと思います。あ、飼おうって言ったら偉そうですね、一緒に暮らそうと思います。わかんないですよ、うん、まあ、そんな奇跡があるんかどうかわからないんですけどね。でもなんで僕がそんなこと言ってるかって言ったら、なんかね、僕みたいな感じの似たような感じのシチュエーションのお話があってね、まあ、僕みたいにあれですよ、なんですかね、島ちゃんがお亡くなりまし、なりました、でその亡くなった後にすぐ生まれた、そのシチュエーションは違うんですけど、まあその人もね、家で猫ちゃんをエンジェルをちゃんと見とって、でその後ですよ、まあすぐじゃないんですけどね、まあなんかこうしばらく経ってから、ドアの前にね、猫ちゃんがいたんですって。うん、でね、模様は違うんですって。うん、模様はね、例えばまあ今回私のとこはキジトラの島ちゃんですよね。ほなそれがまあ全く関係ない三毛猫で、姿形も違うと。今回の僕のエンジェルになった島ちゃんは野生のね、美人さんやったんですけど、ぽっちゃりの可愛い猫ちゃんっているじゃないですか。まあそんな感じですよね。全くなんか違うよみたいな感じの外見がね。うん、でもその人もドア前にいるのは違うんやけど、なんかね、その人にとったら口で説明できない、エンジェルになった猫みたいな感じがしたんですって。ほんでドアを開けて、シャッと開けたらですよ、その猫が勝手に家の中にさーっと入って、そのね、エンジェルに、その人の家のエンジェルになった猫ちゃんのお気に入りの場所に座ったんですって。でその座る場所は明らかにね、なんかこう、まあ例えばね、家の中にまあ猫ちゃんを何匹か入れますよ、まあ20匹でも100匹でも1000匹でもね。でやっぱりなんかこう座りやすい場所、居やすい場所ってあるじゃないですかね、適当なそこら辺の猫をその家に入れてところでですよ。でそんなところをやったらわかるんですけど、その猫ちゃんは本当にね、その子しか行かんようなわけのわからん場所をやったらしいんですよね、そのエンジェルになったその猫ちゃんのお気に入りの場所がね。ほなそのスッと入ってきた猫ちゃんがそこに行ったと、あれと思って、でその人はね、まあ、その自分の当時の猫ちゃんの名前呼んだらニャーンって泣いたんですって。ほんでね、もうこれは絶対生まれ変わりだと思って、一緒に暮らし始めたらもうっていうことになったんですって。僕いいなって思ったんですよね。えだから正直ね、ちょっと今ね、この島ちゃんの前で言うのもなんですけど、まあね、僕今回僕ちょっと家族増えて、まあ経済がね、まああるんですかあんたって言ったら、まあそういうわけでもないんです。でもね、もしもう一匹今増えたらさ、僕正直大変なんですよ。あ、エンジェル島ちゃんはいるんですよ、家の中にいるんですけどね。うん、まあもしそういう状態であれば、僕は島ちゃんを迎え入れます。うん、って僕は思ってるんかな意味が分かってくれたらいいですよ。なんかちょっとわけわからんこと言ってるなお前って感じやとは思うんですけど、それを僕ね、楽しみに待っとこうかなと思ってね、いつか島ちゃんが僕の目の前に現れてくれると思ってね。うん、って考えたら気が休まるんかな。うんごめんなさいね、わけのわからんこと言ってね。うん、いつまでもね、僕の中に島ちゃんは
いてくれてると僕はずっと思ってますので、